加藤くん。はい。久しぶり。久しぶりです。めちゃめちゃ久しぶりです。1年とまではいかないけれども。そうだね。はい。最後に筋トレ散歩して以来じゃない？多分。そうですね。いや、1年ぐらい経ったかもしれません。わかんないけど。そっか。長らくの。はい。期間を経て。はい。かくちゃんこチャンネル、復活します。ございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい。で、今日なんですけど、多摩川にまた来てます。はい。あの、去年の3月の31日かな、かくちゃんこチャンネル始動したのは4月1日かだったんだけど、確か。うん。その時は曇天だったんですが、はい、今日はね、あの、曇りの晴れです。いや、まあ、あんまり違いが分かりません。なんで筋トレ散歩の途中からじゃないのかと。うん。ね、京王線を沿線歩いてましたからね。はいはい、ずっとね、やってたんですけど、うん、武蔵野台までね、行ってたんですけどね。加藤君。はい。リバウンドしました。そうですね、まあ見た感じ、あんまり痩せてるようには見えませんね。めちゃめちゃリバウンドしました。はい。開始時 142.6kg。 142、はい。で、やっぱ順調に、まあ、波乱ありつつ落ち着いてたよね。そうそう、はい、痩せたんですが、一番痩せてて何キロぐらいまでいったの？一番痩せてて、結局115キロぐらいまでいきましたね。115。うん。じゃあ、まあ20キロちょっとは落としたってこと？もっとじゃないか。もっとか。30弱くらいか。まあ、20強、うん、そう、まあ、そのぐらいか。はい。だけど、今ね、何キロあるのか。ちょっとそこから。おう。あ、ここで測るの？ここで測れるの？地面、自宅で、ホコリをかぶらせてしまっていた谷田さんにね、はい、乗ってみたいと思います。測ってもなかったと、最近は。測って、いや、まあ、うん、そうね。どうでしょう。硬い画面、硬い地面の方がいいのかな。そうだね。ちょっと待ってね。いけんだよな。あんま見ない光景だね、この自然と体重計ね。あ、すごいよ、加藤くん。46.9kg。 地面が柔らかいからだよ。ここじゃ測れねえのかよ、なんだよ。それ、クロちゃんがやってる手口と同じだぞ。そうなの？そうなの？知らなかった。まあ、プラス100くらいだと思ってください。いやいやいや、ちょっと。ざっくり後で家で測って、ちゃんとテロップかなんかで出してください。わかりました。測定、はい、おっ、140.2。まあ、洋服抜いたとしても139キロ台ってことですかね。もうちょっと俺太ってると思ってたな。いや、変わんねえけど、めちゃめちゃ太ってるけどね。じゃあ、まあ、ほぼ戻ったっていうことですかね。ということです。はい。振り出しに戻ったということで。振り出しに戻ったと。で、12月1日、今年の12月1日までだったね。うん、だから、あの時は、やっぱ2年ぐらいで半分にしようって言ってたのを、もう1年切った状態で半分にしようと。そう。もうね。デスマーチだね。デスマーチよ。完全に。アイシールド読んでください。アイシールド。いやー、まあできるかできないか。うん、140。から70キロ、半分以上落とさないといけない。はい。12月1日までに。はい。で、その舞台のためにやってるって言ったんだけどね。はい。その蒲田行進曲の方はもう劇場も撮ってキャスティングももう決まっておりますので。はい。それまでにね、僕が何とかしないといけないですよ。その役のために痩せるってことだったからね。そう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 。はい、まあいろんな意見はあったんだけどね、それに関しては。いや、痩せなきゃ方が面白いんじゃないとかもあったんですけど、別にそれに甘えたわけではなく、まあ、なぜ体重戻ってしまう、まあ食べたからと戻ったんだけどね。うん。まあでもそのなぜ食べてしまったかとかはまた今後出せればね、出したいと思います。はい。
よし、ということで、まあ、もろもろということで、うん、玉川さんに一回謝りに来ました。玉川に誓ったわけだからね。そう、一番最初の動画、玉川に誓ったわけですよ。京王線も走ってますよ。気持ちいいね。いい家だ。あー、見えません。そう、ちくしょう。ということで、玉川さんに一回謝って、はい、もう一回誓って、はい、また筋トレ散歩続きからやっていきましょう。ダイエット再開ということで、はい、はい、再開です。玉川さん、絶対に痩せると誓ったのにリバウンドしてしまい申し訳ございませんでした。再び誓わせてください。頑張ってダイエット再開したいと思います。よろしくお願いします。玉川さんも呆れ返って沈黙ですね。リアクションなしで、ね、自分自身が一番情けないよ。何をしてんだと、玉川さん、お前は何をしてんだと。あの日俺に誓ったんじゃないかと、ね、でも今日も玉川はね、広いところで受け止めてくれてね。もう暑いんでビール飲みたいんですよ。再開です。たくさんごチャンネル。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ゼロになった。お、え、マジ？感動なんだけど。いや、俺は君がさ、これよりマイナス10キロくらいの、そんな軽くないからさ。そんな時なかった。いやいやいや、一番軽くて48だもん。すごい。